アイテム番号 SCP-26JP。 オブジェクトクラスセーフ、ユークリッド。特殊収容手順 SCP-26JP はサイト8141の人型生物収容室に収容されます。 SCP-26JP は1日に3度の食事を必要とします。 SCP-26JP は2週間に1度、通常の実験に加えて健康診断を必ず行うようにしてください。 SCP-26JP は財団職員に対して協力的な態度をとっています。現在職員による監視の上でサイト8141内をある程度自由に動く権利を与えることが検討されています。 SCP-26JP は激しい刃物恐怖症及び対人恐怖症を同時に患っており、そのため財団のセラピストが週に一度必ずメンタルセラピーを行う必要があります。SCP-26JP の健康状態に問題が見られる場合即座に治療を行い、またその場合は担当職員による実験申請が認可されている場合を除いて、SCP-26JP の排泄物は財団の危険物処理手順に従って廃棄してください。SCP-26JP が生命の危機にある場合、財団の機動部隊火の手、食後の一服、外料と、場合によっては戦闘によって対処を行います。SCP-26JP の入浴の際には専用に調整された浴室を使用させてください。毎日 SCP-26JP が作った、食事、の処分を必ず行ってください。SCP-26JP が作った、食事、は D クラス以外のものが摂取することを禁止します。B クラスに摂取させた場合、異常が見られたら検査、解剖を行った上で終了処理を行ってください。SCP-26JP が作った、食事、はレベル4クリアランス以上の職員2人以上の許可がない限り必ず廃棄されます。説明。SCP-26JP は日本国籍を持つ10歳の女性です。戸籍では200年5月日に徳島県明財郡神山町で生まれたと記録されています。SCP-26JP が様々な形で体内の物質を排出するとき、SCP-26JP の異常な特性が発揮されます。SCP-26JP の肉体から完全に離れた瞬間に SCP-26JP の涙液、尿、血液は何らかの飲料あるいは液体の食物に、吐砂物、糞便、体組織は固体の食物に変化します。これらの食事はすべて調理され、タンパク質を含んだ有機的材料によって構成されている一般的な食器の形状をした。食器に盛り付けられた状態で現れます。SCP-26JP の健康状態によって、食事の出来は大幅に変化し、健康状態が悪化した場合毒性や強い危険性を持ちます。一般的な風邪程度であれば、料理の味が極めてひどいものとなる程度ですが、生命の危機の場合周囲の生命が失われる危険性があります。ポイ1。実験記録026-001。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JP の大便。結果、対象物は平皿状の、食器、に入ったマッシュルーム及び舞茸が入ったトマトソースのかかったオムレツへと変化した、B クラスに食べさせたところ、非常に美味、と述べた。実験記録026-002。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JP の大便。補足、SCP-26JP には事前にボークビーンズを食べさせた。結果、対象物は丼状の、食器、に入った山かけ月見そばへと変化した。B クラスに食べさせたところ、非常に美味。と述べた。なるほど。
対象が事前に食べた食事とは関係なくこれらの食物は生まれるようだ。犬間博士。実験記録026と007。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JT の尿。補足、SCP-26JT には事前に水を1リットル取らせ、実験記録、地、008と連続していった。結果、対象物はコップ状の、食器、に入ったアイスミルクへと変化した。B クラスに飲ませたところ、非常に新鮮で濃厚だ、と述べ、2杯目を要求した。実験記録026、地、008。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JP の尿。結果、対象物はスープ皿状の、食器、に入った空豆のポタージュスープへと変化した。B クラスに飲ませたところ、とても美味しい。こんなスープは食べたことがない、と述べた。どうやらこれらの食物は SCP-26JP の状態がほぼ同じであっても変化するらしい。法則はあるのだろうか、犬間博士。実験記録026、つ、019。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JP の皮膚片。補足。皮膚片は SCP-26JP の皮膚からメスによって引き剥がしたものである。結果、対象物は平皿状の、食器、に入ったチキンカレーライスに変化した。B クラスに食べさせたところ、水っぽくてまずい、と述べた。もしかすると、SCP-26JP が負傷するとこれらの食物の質は落ちるのか。さらに傷を与えてみよう、犬間博士。実験記録026、ね、020。担当者、犬間博士。対象物、SCP-26JP の筋肉組織。補足、SCP-26JP を麻酔した上で脚部にメスを入れ、歩行に支障がない程度に筋肉組織を摘除した。結果、対象物は平皿状の、食器。に入ったポークカツレツへと変化した。これは著しい腐敗の兆候が見られた。B クラスに与えたところ拒否されたため、強引に食べさせる。B クラスは黄色ブドウ球菌による激しい食中毒により死亡した。この程度でもこれほどに食品の質が劣化するのか。ならばもし、生命の危機にさらしたならどういう結果が起こるのだ。犬間博士。ポイニ、事件記録 26JP。財団倫理委員会が犬間博士に対して呼び出しを行い、かの行為が財団の理念に反するレベルに近づいていることを警告し、SCP-26JP の担当を変更することを通告しました。犬間博士はその直後、SCP-26JP の収容室に入り、SCP-26JP を拘束し、その脊髄の一部を麻酔なしで摘出しました。SCP-26JP から摘出された脊髄は即座に平皿状の食器に乗った。自己増殖しぶれた有機物を自身に置換する真っ黒な支柱に変化しました。事件が終わるまでに、犬間博士を含む22人の財団職員が死亡しました。SCP-26JP は治療を受け、脊髄損傷による下半身麻痺は完全に取り去られましたが、著しい対人恐怖症及び刃物恐怖症に関しては未だ治療ができていません。